ソフィア解放軍万歳。あなたたちのおかげでリゲル軍もこの城から撤退してゆきました。ああ、これで自由になれる。本当にありがとうございます。ドゼーはこの先の森の西にある自分の砦に逃げ帰ってリゲルに助けを求めているらしいぜ。部下たちを捨てて自分だけ生き延びてどこまでも腐ったやつだ。ドゼーは王家の剣を持って逃げてしまったの。あれは昔リゲル王家から有効な証に贈られたものなのよ。でも普通のものには使えない特別な剣らしいわ。あの人が持っていても意味がないのにね。この宝物庫にあるナイトキラーは敵の騎士を簡単に倒すことができるんだ。でも槍だから騎士にしか扱えないぜ。みんな聞いてくれ。ここに我々解放軍の目標であったソフィア城の奪還は達成された。だが首謀者であるドゼーは自分の砦へと逃れ、リゲル軍も相変わらず国内に留まっている。真にソフィアを解放するにはドゼーを撃ち、リゲル軍を撤退させることが必要だ。そこである。え、なんだい。この解放軍のリーダーは君だ。アル、君の意見を聞かせてくれ。僕の意見？それは、このまま城にとどまり防戦に徹するのも一つの手でしょう。それともこちらから打って出るのか。どちらでも私たちは君の意見に従いますよ。部下、僕は今までラムの村から出たことがなかったんだ。だからこの戦いで初めて自分の住んでいる国がどういうことになっているのか知った。噂話で聞くのとは全然違う。本当に苦しんでいる人がいて、傷ついている人がいる。でもみんなと戦っていくうちに自分の手でそういう人たちを助けられることも知ったんだ。僕は前に進みたい。一人でも多くの人を少しでも早く助けたい。浅はかな考えなしな意見かもしれない。でも僕は戦いたいんだ。ソフィアを取り戻すためにみんなついてきてくれるかな。アルム君。もちろんですわアルム。では決まりだな。諸君、我々解放軍はこれより北へ進軍し、ドゼーおよびリゲル軍を撃退する。なんかかっこいいなアルム。のんきなこと言ってんじゃねえよ。アルムのやつリゲル帝国と戦争するっつってんだぜ。ああ、でもソフィアから出てってもらうだけだろ。そんだけで済めば世話ねえよ。どんどんとんでもねえことになってくな。なんだよ、俺の顔になんかついてるのか。いや、グレイ、お前こうなることを分かってたんじゃないか。はあ、なんだそりゃ。だって昔からよく言ってたじゃないか、アルムは俺たちとは違うって。あれってもしかしてこういうことかと思ってさ。あれはそんな深い意味はねえよ。どうか、俺は今そう思う。やっぱりアルムは俺たちとは違うんだな。誇らしいけどなんだか悔しいな。いるよ。
世将軍は立派なお方だったけど、今四世からは疎まれていたんだよ。まあ、ああいう王様だったからね、同勢にとっても何かと邪魔だったみたいで、王様の子供たちを殺したのは将軍だと言い出したんだ。もちろんそんな話誰も信じなかったけれど、リマ四世はこれ幸いと将軍の罪を認めてしまってね、なんとか死罪は免れたけど、城からは追放されてしまったのさ。リマ四世のお子様はみんなお亡くなりになりました。でも一人だけ生きているという噂があるんです。お名前はアンテーゼ王女様です。今から十数年前、お住まいである離宮が火事になり亡くなったと思われていましたが、実は何者かによって救出されていたとか。生きていらっしゃるなら今はどこにいるんでしょう。アンテーゼ様には腹違いですがとても仲の良いお兄様がいました。でもそちらは離宮の火事で遺体も見つかりませんでした。せめてアンテーゼ様だけでも生きていてくだされば良いのですが。お待ちしておりました解放軍の皆様。わしはソフィア国王に長くお仕えしていたものです。どうぞこの城のことなら何なりとお聞きください。ありがとう、助かるよ。城に来たのは初めてで何もわからないんだ。マイセンじいさんからいろいろ話は聞いているけど。マイセンとはあのマイセン将軍のことで？うん、僕は孫のアルム。じいさんは昔城に仕えていたんだよね。そうですが、妙ですな。将軍のことはよく存じておりますが、ご家族などいらっしゃらなかったと。え？ご老人、何を言うのだ。このアルムはれっきとした埋仙教の孫で。いいえ、わしは確かにご本人からお聞きしました。わしには妻も子もおらぬと。そんな、じゃあ僕は。アルム、気にすることはない。このご老人は何か思い違いをしているのだ。お、うん。お待ちしておりました、アルム様。どうぞこの階段をお上がりください。バルコニーであるお方がお待ちです。え、あるお方って？それは申し上げられません。さあ早く。誰だろう。アルム。じいさん、どうしてここに。さあどうしてであろうな。アルム、ずいぶんと立派になった。村を出ていろいろなものを見たのであろう。あ、僕挨拶もせずに村を出てしまって、その悪いとは思ってるよ。でも後悔はしていないんだ。今解放軍のリーダーを任せてもらっててさ、南の砦もこの城も僕たちが取り戻したんだよ。だから。アルム、今さらお前のしたことを責めはしない。わしが聞きたいのはただ一つ、お前に覚悟があるかどうかだ。覚悟？そうだ、歩み出した以上お前の運命は止められはしない。しかし
誰もがお前の行く道を祝福するわけではないだろう。立ち塞がる幾多の困難や思いもかけぬ悲劇、人が何かをなそうとするとき、これらは避けられないものだ。多くの者の命を背負い、思いを受け止め、それでもソフィアを、いやこの世界を救うために戦い続ける覚悟がお前にはあるのか。ああ、じいさん、僕は難しいことはまだよくわからない。でもたとえ誰に何を言われても、自分の力でソフィアを取り戻したい。僕が何をどこまでできるのか、精一杯やりきってみたいんだ。そうか、あいつと同じ目をしている。血は争えんな。え、あいつって。それはじきにわかることだ。じいさん、あのさ、さっき変な話を聞いたんだけど。なんだ。おお、民衆たちが英雄の姿を一目見ようと集まってきておる。アルム、こちらへ来なさい。よーく見ておくがいい。この人々の思いを背負い、お前はこの先も歩いていくのだ。それを決して忘れるでないぞ。こうしてソフィア城はドゼーの手から解放され、人々は若き英雄の登場に歓喜した。しかしそれはさらに辛く苦しい戦いの序曲に過ぎないことを、この時のアルムはまだ知る由もないのである。申し上げます、ソフィア城が解放軍の手により奪還されました。ソフィア城にいたベルクトはどうした？撤退し本隊と合流されたと聞いております。おお、情けない。皇帝陛下直属のリゲル騎士団ともあろうお方が、わしの妖術軍団ならこのようなありさまにはならぬものを。ジュダ殿、無礼であろう。いいえ、そのような、わしは真実を述べたまでのこと。その解放軍のリーダーはアルムと言ったか？はい、ソフィア騎士団のクレーベに代わり最近就任したと聞いております。そうか。
なあ、この鐘なんで鳴らしてるんだ。王様が死んじゃったんだって、ノーマ様が言ってた。王様？王様ってセリカ様の？セリカ様、大丈夫かな？悲しんでないかな？セリカよ、どうしても行くのか？はい、ノーマ様。このソフィアの大地に実りがなくなってからもう数年が経ちました。やはりこれは大地母神ミラ様に何かあったとしか思えません。大地の渇きだけではなく、魔物の出現、リゲルの侵略、私にはこれらが無関係だとはとても思えないのです。確かにこのソフィア王国は混迷を極めておる。飢えた人々がこの修道院にまで助けを求めてくるほどじゃからの。全ての鍵はミラ様です。私はミラの神殿へ向かい、何があったのかを確かめます。しかしセリカよ、マイセン殿がお前をわしに預けた理由は分かっておろう。リマ四世亡き今、お前はソフィア王家最後の一人。お前の命を狙う者、利用しようとする者、それらの脅威が消えたわけではない。それでも行くと申すか？はい、これが今まで私を守ってくださったノーマ様やマイセンおじい様のお心に背くことだと分かっています。でも私にはどうしても行かねばならない理由があるのです。ノーマ様、どうかお許しください。そうか、そこまで言うのであればもう止めるまい。セリカよ、己の信じた道を行くがよい。ノーマ様、ありがとうございます。うん、だがくれぐれも気をつけるのじゃぞ。ソフィア王国の荒廃は想像以上じゃ。お前は腕の立つ神官戦士じゃが、決して油断はするなよ。おお、そうじゃ、ミラの歯車も忘れるでないぞ。はい、もちろん身につけております。うん、きっとお前の旅の助けになるじゃろう。それではノーマ様、行ってまいります。おお、もう行くのか。せめてこの鐘が終わるまで待ったらどうじゃ。この鐘はお前の父の弔いの。あの人を父だと思ったことなどありません。ではセリカ。そなたにミラのご加護のあらんこと。最近では飢えた人たちが海を渡ってこのノーバ島までやってきます。でもこの島も似たようなものです。おまけに海賊たちのせいで食料や荷物があまり届かなくなってしまいました。これじゃあ私たちは魚しか食べるものがなくなってしまいます。どうにかならないものでしょうか。魔物の出没はリグルが神々の盟約を破ったせいだと言われています。しかし魔物はリゲルにも現れているはずです。どうしてそんな危険を冒してまでソフィアに攻めてきたのでしょうか。王帝ルドルフは何を考えているのか。気になりますね。セリカ様、聞きましたよ。ミラの神殿へ行かれるんですよね。私も行きます。お供させてください。メイ、ありがとう、心強いわ。セリカ様、俺も行きますよ。女の子二人だと何かと物騒でしょ。あら、なーに、自分が頼りになるみたいなこと言っちゃって。みたいなじゃなくてなるんだよ。少なくともお前よりはな。ちょっと失礼ね。
私はイカズチの魔法を使えるのよ。ボーイなんて炎の魔法しか使えないじゃない。二人とも落ち着いて。私はどちらも頼りにしてるわ。大変な旅になるかもしれないけど、よろしくね、メイ、ボーイ。セリカ様、あの、私もついて行っていいですか？ソフィア本土に渡るためにまずは港を目指しましょう。でもそのためには墓地を通らなければいけないわ。あそこには最近魔物が出るという話だから気をつけていきましょう。セリカ様、この墓地を通るんですか？そうよ、港へ行くにはこの道しかないもの。でもここ魔物が出るって。そう言われているわね。気をつけていきましょう。俺盗賊とかなら平気なんですけど、魔物はちょっとボーイったらお化けが怖いなんて子供みたい。うるせえ、怖いもんは仕方ねえだろセリカ様まで傷つくな。違うの、ごめんなさい。ちょっと兄を思い出してしまって。兄？セリカ様、お兄さんがいたんですか？ええ、お母様は違うのだけれど、とても優しいけれど気が弱くて、お化けが大嫌いだったの。子供の頃に死んでしまったけれど、もし大きくなっていたらボーイみたいになったのかしらね。セリカ様、ほらボーイが大騒ぎするからセリカ様が辛いこと思い出しちゃったじゃない。え、俺のせいかよ。さあ、悪いと思うんだったら魔物でも何でもサクサク倒して進むわよ。魔力は地形に左右されない。マイセンおじい様はそう言っていたわね。みんな、敵が森の中にいても魔法なら確実に攻撃できるわ。うん、絶好調。いつでもどうぞ。私、調子いいんだ。準備は万全よ。
ました。